さあ、で始まりました。むちチャンネル。さあ、今回ですね、太郎作さんにおいでいただきました。お邪魔しております。よろしくお願いします。はい、お願いします。 TikTok こうやってやってたら出てくる。いやいや、それ誰か勝手に上げてるやつ。さあ、太郎作さんなんですけど、まあ最近ちょっといろいろとピボット出てたりとか、帰国されてるということで。結構ね、しょっちゅう帰ってくるんですよ、実は。あ、そうなんですね。仕事で。ちょっと一体どんな方なのか、そして経歴をちょっとお伺いしたいんですけども。はい。何の企画も伝えてなかったです、そういう。僕、そっちの方がやりやすいですよね。そうなんですね。僕は自分でちゃんと作んないとできないですけど、はいはい、それやられちゃうと、はい、受ける方だとダメなんですよ、僕。うちはもう、いきなり撮り始めるっていうので、おなじみのチャンネルだった。いや、もうそんな心まで読んでいただいてありがとうございます。とんでもないです。え、今はどこで暮らしてるの？今は、メインはオーストラリアのシドニーで暮らしますね。シドニーで。はい。どうしてそういう生活になったのか、うんうんうん、そしてどんな英語学習をしてきたのか、はい、聞きたいんですけど、はい、まず普通に日本で生まれ育ったんですか？そうです。僕、新潟県の、はい、まあ、村上市っていう山形の県境ぐらいの、まあ、かなり田舎の出身なんですよね、うん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 、英語は好きだったんですか？英語は小学校5年生の時に、はい、オアシスってイギリスのロックバンドがあるんですけど、はいはいはい、それの Don't Look Back in Anger っていう曲がたまたまテレビでかかってて、うんうん、それでハマっちゃって、そうだったんです、ね。そっからなんか海外に興味がありましたね。うんうんうん、洋楽とか、はい、うん。でも普通に勉強は嫌い。あ、嫌い。嫌い。嫌いやんなかったっす。で、まあね、ちょっとさっき話してたら浪人したっていうことで。そうなんですよ。はい。ヨゼミに通ってたということで。だからそこですね。そこで結構全てが変わったっていう感じで、今までそのちゃんと勉強したことがないもんだから、その自動車とか多動車とかも分かんなかったんですけど、やっぱああいう予備校に行くとちゃんと論理的に勉強するじゃないですか。それでまあやらなきゃいけない状態だったので、基礎知識はついていって、でたまたま当時の SNS のマイスペースっていうのをやってて、それでリトアニア人の女性から日本好きだから仲良くなるって言われて、でスカイプ教えてもらって、オンライン英会話するようになったんですよ。いや、そうだったんですね。そうそうそう。そう、マイスペースね、多分誰も知らないと思う。ちょっと知ってる。Facebook が流行る前ですね。はい。だから日本だとミクシーとか流行ってる時代ですね。そうそうそうですね。そういう時代で、海外、マイスペースが流行ってましたもんね。うん、それで、ヨゼミは先生誰だったとか？いや、ヨゼミは地方のフランチャイズみたいな感じだったと思うんですよね。はいはいはい、だからサテライン予備校。そうそうそう、はいはい。基本的にはちっちゃい画面で見てっていうところで。はんはんはん、そこの地元の塾についてる。で、予備校のオーナーの方が鬼講師ですよね。あ、そうだ、ね。やる気ないんだったら金返すから出て行っていう感じの人だった。で、僕もまさか大学受験落ちたので、もう次受かんなかったら就職するっていうことだったので、うん、やるしかないっていう状態だったんで、うん、真面目にやってたんですよ。ヨゼミだったら富田先生のことすごい好きで見てたんですよ。僕は富田派でしたからね。ああ、そうね。さっき、はい、実は僕のチャンネルの撮影した時にちょっとお話したんですけど。はい、僕の人生を変えた方ですから。はい、私の人生も実は変わってるんですよ、富田先生。すごい。一度おごってもらったことありますけど。本当ですか、はい、すごい。で、その後、大学はどうしたんですか？そう、結局。僕、大学が一浪で、やっぱ英語好きだったんでしょうね。はい、神田外語大学の外国語学部英米語学科って言ったところに、センター試験で入ることができて、幕張。そうです、はい。あ、よくご存知で。あ、そこ教えてましたから、僕。あ、そうですか、はい、そこで、感動したんですよ、行った時に、はい。みんなちゃんと真面目にやってきた人たちがいっぱいいたので、自分も、まあ、別にやんちゃしてたわけじゃないですけども、なんか好きなことしかやらなかった人生で、一回やり直して、うんうん、まあ、こういう真面目な人たちの中で自分もこれからやっていけるんだってなった時に、完全にちゃんとやっていこうっていう気になって、で、英語も張り切って、日本語喋っちゃいけないクラスでは、人に注意しながら、ダメだよ、日本語みたいな。僕は知ってやってましたね。その後どう行ったんですか？留学とか行きたいんだけども、裕福な家庭じゃなかったので、うん、すごいお金かかるじゃないですか。はい、ね、で、交換留学とか行くと、はい、テストのスコアがないみたいな。そうそうそう。トイック厳しいですよね。そうそう。いっぱいやらされる。なんかそれでですね、準備が苦手な性格があって、うん、めんどくさがりというか、うん、なんかそんなんだったらちょっと調べるのもめんどくさいなみたいになってたら、もう就職の時期になっちゃいまして、わがまま行って大学出させてもらってっていうのがあったので、うん、まあ大きな企業に入って安定した、うんうん、ね、生活になったら親も安心かなということで、うん、不動産の会社に入ったんですけども、うん、好きなことじゃなかったので、なるほど、すぐ辞めて、お、周りでオーストラリアワーキングホリデー行ってた人、うんうんうん、それで自分も行ったっていう感じですね。それでオーストラリアに行ったわけですね。そうです。ワーホリは英語準備してたんですか？いや、やっぱり、そのまず一番のベースは、やっぱ浪人時代の文法、単語あるじゃないですか。はい、単語帳とかだったら当時、デュオやってたんですよ。デュオ 3.0。はい、で、もう結構あれも覚えてるぐらいだったので、うん、まあ、日常的な会話であんまり困ることってない。うん、だから分かんなかったとしても、周り分かってるから大体埋まるみたいな感じですよね。日常会話も、ありがたいことに、リトアニア人の女の子のおかげもあり、それ以外にも実はいっぱい出会ったんですよ。マイスペースで。と、
たまたま地元にいたアメリカ人の人と仲良くなったりとか、あとは大学時代はイギリス人の彼女と1年間一緒に住んだりとか、はいはいはい、だからもう全然できたんですけど、現地行ったら結構打ちのめされましたね。あー、オーストラリアなまりとか、あ、どこですか、オーストラリアの。シドニーなんですけど、オーストラリアなまりはやっぱ最初やられましたね。ホステル、はいはい、最初予約していたんですよ、はい。で、空港にピックアップ来てくれるっていうので、はいはいはいですね、で公衆電話で電話したんですけど、はい、何言ってるか分かんなくて、はい、どこで待てって言われてるか分かんなくて、電車乗って行きました。そうそう。ちょっとそういう最初は苦い思い出から始まるんですけど。僕もピックアップ最初の時、空港から、もうね、超でっかい黒人がこう。あ、本当ですか？わーみたいなんで、うん。圧倒されて。圧倒されて何言ってるかわかんないし。で、ガム噛むかって言われて、あー、じゃあ、って言って、ガッカ強っ。確かに。強っ。確かに。なんだこれ、ガーッって。大丈夫かみたいな。うん、それで全然違うとこ連れてかれたんですけど。いや、怖い怖い。それでオーストラリア生活はどう、ずっと住むことになるわけですけど。いや、そうですね。いろんな仕事しましたよ。最初、僕の英語力にすごい関係するんですけど、いくら仕事がないと言っても、日本人環境の例えばレストランとかで選ばなかったんですよ。なんでかっていうと、ホステルに入ったんで、ホステルにいるのがドイツ人とかイギリス人とかの若い子たちで、で、そういうルートに行かないじゃないですか。うんうん、で、どういう仕事の探し方してんのっていうと、例えば、下の階の掲示板にエージェントの箱乗ってるから、うん、その通りにしたら、引き雇いの仕事とかいっぱいもらえるよ、みたいな感じで、はいはいはい。で、それやったんですよ。うん、そしたら本当に次の日から仕事どんどん入ってきて、で、そうするとやっぱり同じことやってる人たちが、うん、イタリア人、イギリス人、うん、フランス人とか、日本人いないんですよ。なるほど。で、ホステルもそんな感じだし、で、ホステルでイギリス、ウェールズ人と仲良くなって、で、一緒にシェアハウスに住むことになって、で、そこ一人日本人の子いたんですけど、はいはい、10人いて。10人そうそう、で、一回シェアハウスですっごい楽しかったんですけど、はいはい、もうずーっと毎日、英語を喋ってるよ。うんうんなるほど。それはいい環境です。そう。それでもホステル想像できないかもしれないですけど、いろんな人が一部屋にね、いるのがホステルで。で、結構年齢制限あるところが多いんで。ユースホステルって言いますよね。二段ベッドとか。はい。それで、あ、ユジー君って。うんうん、わかりますよ。ユジー君、いろいろ泊まってたりとか。この間、エディンバラ行った時。スコットランド。そうです。ロンドンで会ったんですけど、次の日エディンバラ行くんだよって言ったら、はい、おエディンバラ次の日行くんですよって言って、ちょうど同じでした。あ、そうなんですね。その時にも、ユージー君はホステルに泊まってましたから。いや、ホステルはね、英語伸ばしたい人いいと思いますよ。そうそう若いうちに、入れるうちに、うん。安いですからね、そうです。安いんで。僕はヨーロッパ旅した時に、うん、もういきなり1日目でユースホステルで警察だったで大変だったんで、もう止まらんって。確かにそういうこともありますね。アメリカとかカナダでは泊まってたんですけど、うん、その後ヨーロッパで一人1ヶ月旅行に行った時に、うんうんうん、初日で警察とドイツ人とかオーストラリア人とかがこう、わーみたいになって、それが最後のトラウマです。最後のホステル。でも、英語学んでる人をたくさん見てると思うんですけど、それこそこの前、東京でインタビューを撮影してて、はいはい、で、若い人たち、うん、結構東京のホステル泊まってるじゃないですか。はい。それで、いや、実は日本人も何名かいるんだよ、みたいな話してて、あれ実は、例えば地方の人、東京遊びに来るとか、うん、ホステル予約してみるのとかいいかもしれないですね。そうですね。そこで英語環境になって友達できてみたいな。陰キャには向かないかもだけど。いやいや、まあまあ、ちょっとコミュニケーション本当に取りたい。いやでもシェアハウスでそんなやってたらもうますます英語力は伸びてきますもんね。いやそうなんですよ。仲良くなればなるほどいい意味でちょっとおちょくってくるんですよね、はい、アクセントとか、はいはいはい、いい意味で捉えるとそれご指摘いただいてるっていうことじゃないですか、はいはい、だから気づけますよね、うんうん、確かにそういう環境まあそうですよね。で難しいところなんですけど、まあ、よくね Don't be afraid of making mistakes とかね、うん、そういうのもあるんですけど何にも指摘されないで言ったら、間違ったままで言ってしまう。指摘されるのもね、嫌だっていう気持ちは確かにあるんですけど、でも間違いを犯さずにはね、なかなか伸びないんで。そう、インプルーブするためには必要なことですか、うん、どうなってったんですか、そっから。結局なんか楽しいじゃない。だ楽しいままで言っちゃったんですよ。楽しい楽しいって言ってて、うん、ワンホリの2年間終わっちゃって、当時2年しかなくてです、今3年あるんですけど、それで、あ、どうしようと思って、もうこれで帰んなきゃいけないんだなと思って。うん、でももうその頃にはオーストラリアも好きで、もうだから私が新潟出身で第二の故郷がマックハリーなんですけど、今第二の故郷シドニーみたいな感じだった期間的に。で、住みたいなってなった時に、じゃあもう永住権取ろうかなっていうことになって、で、いきなりお医者さんになることってなかなかできないので、何が現実的かなって考えたら、私にとっては料理人だったんですね。おぉ、なるほど。それで、シェフの学校とか行き始めたりとか、1年前ぐらいまで、
鉄板焼きのシェフ来てました。おー、鉄板焼きの。そうです。あっちはショーがあるんで、なんか投げたりとかなんかする、はい、やってましたね。ちょうどうちのチャンネル去年出てくれた方はディズニーで鉄板焼き。あ、そうですか。はい、毎日だから英語環境でしたね、その時は。鉄板焼き就職ってことですか。そう。だから就職というか、学生ビザの時はそんなに働けないんですけど、ね、学生ビザがある一定のコースだと次卒業生ビザっていうのが取れたんですよ。あ、なるほど。だから実習期間みたいな感じですね。うんうんうん、でもその時はもうすごい働いてました。マネージャーみたいな感じでやって、どっちかというとオーストラリア人が働くような感じではなくて、うん、インドネシアの方だったりとか、マレーシアの方だったりとか、うんうん、まあいろんなアジアの国から来てる人、英語でコミュニケーションしてっていう。で、お客さんはみんなオーストラリア人とかでしたね。そうしてそこからでもインフルエンサーに。そう、それで、いろいろあって心が病んだことがあってですね。大二郎さんみたい。はい、そう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 、症状悪くなって、お医者さんとか通ってて、一回ダメかもなと思ったんです、うんうん、もう日本帰らなきゃいけないかもなってなった時に、パンデミックが起きて、はい、仕事がなくなったんです。うん、まあ、あっちはロックダウンとかあったので、はい。初めてなんか休んだんですよ、ちゃんと。はい、毎日プレイステーションやってて、朝から晩まで。はいはいはい、で、そうすると、心のことも考えないんで、うんうん、どんどん調子良くなってって、うんうん、調子良くなったんだけども、お金もないし、ね、どんどん減っていくし、希望もないっていうのはあるかもしれないけども、どうなるかわからない状態の中で、誰しも人生で自分人よりめっちゃ深く物事を考えてるとか、うんうんうん、絶対自分人よりできる、けども、はい、何もないな、目の前に、みたいな状況ってあるじゃないですか。それがすごくて、ずっと親友で、金融系のビジネスやってる方がいるんですけども、うん、昔からその方だけはお前そういうキャラじゃないだろうと、海外に行って、うん、スローライフとかなんとか行って、うん、そうじゃないだろうと、目がギラギラしてたお前はどこ行ったんだと、うん、ずーっとその時は5、6年もずっと言ってくれてて、うん、お金はなかったけども、うん、目の前にスマホと人より喋れる英語力はあったので、うんうん、ちょっとやってみようかなって。へー、あ、それが始めたんですよ。始めだったんですね。で、企画とかどうしたの。最初いろんなのやったんですよ。だからそれこそよくあるワーホリ情報喋ってみたりとか、ロックダウンが明けてカフェ行けるようになったら、はい、なんかおしゃカフェ TV って言って、はいはいはい、おしゃれなカフェを僕があの Vlog スタイルで紹介するみたいなやつなんですけど、泣かず飛ばずで。その企画おしゃかになったそうそう、うまいです。それでやってたんだけど泣かず飛ばずで、でも勉強してたんですよ、 YouTube のこと。なるほど。だからリサーチの仕方とかも本とかで学んでて、気づいたんですよ、うんうん、英語系 YouTuber の再生回数上位、まあ当時のですね、はいはい、1位とか2位で絶対日本人のことどう思うって、はいはい、講演とかでインタビューする動画があって、うん、でも1本しかないんですよ、それ。おうおう、あと Vlog とかやっちゃって、はい、なるほど。この人への需要じゃなくて、うん、トピックへの需要じゃんっていうことに気づいたんですよ。世界、はい、世界、はい、そうだったらそれ全部やる人になる、うん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 、でそっからやってってはーって言った感じですね。そうですね、結構あの際どいのもありますね、インタビュー、最近やってないですけどね、まあ昔はね、こう人をこうするためにぜひ見てみて、ぜひ見てください。なるほど、そこで気づいてってことですね。そうですね、やっぱ結構インタビュー系は強いんで、うんうんうん、ただやっぱ日本はですね、インタビュー断られるのがめちゃくちゃ多くて、あ、それは感じますね。だから海外の人の方が確かにそれやりやすいっていうのはすごくあって、うん、あります。で、あと僕チャンネル一人でやってるからなかなかそれ難しい。うん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 、一回その頼んでやってもらったこととかもあるんですけど、うんうん、で英語でやっちゃうと編集ができないと、編集マンたちがもうやっぱむずいなって思ったんですけど、すごいですよね、全部一人で、そう、一人でやってるからすごいなと思ってよく日本人の方に撮影中に声かけられて、はい、あ、田さんいつも見てますって、うん、え、一人でやってるんですか。あ、そうですそうです。リュック背負って僕、あの三脚こうやって立ってて。そうそうそう。びっくりした。今日もすげえカジュアルでやってる。そうそうそう。この格好でやってるんです。そうなんです。すごいって思って、これ一人でできるんだって思って今。結構感覚ですけどね。そうですね。結構感覚です。びっくりしました。なるほど。そういう感じでやって今起きたわけですね。そうです。すごいですね。そういう感じでやって今この会議室にたどり着きました。はい。いや、そう、じゃあ、ジュキオみたいにならないように。やばい、昨日見てた YouTube でやばいことになってるって。はい。いや、面白かったですけどね、うん、ジュキオさんね、はい。バンされた後にテレビ出てたからめっちゃ面白かった。そうなんですね。今後はでもどうやってやっていこうとかあるんですか？ YouTube きっかけとして最初始めましたけども、はい、僕何から始まったかって言ったら英語好き、海外好きっていうところで始めたので、うん、まあ今もやってますけども、僕から英語学びたいっていう人の人生を変えるような、なるほど、先生であり続けたいなということで、うんうん、今後もっていうか今もそうなんですけど、そっちに力を入れてやっていきたいなと、じゃあ思ってますね。田崎さんの方にも僕出るはずなんで、はい、田崎さんのチャンネルも見ていただければと思います。よろしくお願いします。今回は見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。